政府より発行される死亡予告書、通称生き神、1000人に1人の確率でそれを受け取った若者は24時間後に必ず死亡する。国家繁栄の名のもとに彼に与えられた使命、それは死を宣告すること。死亡予告書をお届けに参りました。夢を捨てきれないミュージシャン、母を憎む引きこもりの青年、自分の角膜で盲目の妹を救おうとする兄。余計なことしやがった。俺は手術の1時間前に死ぬんだぞ。君は気にする必要はありません。残された時間は24時間。他にもできることがあると思うんです。最後の一日を有意義に過ごせるような何かが。私が全ての責任を負います。この国はおかしいよ、狂ってるよ。生き神が届いたの、お願いだから見てやって。俺が最後に歌いたいのはこの曲です。これから叫ぶ。俺なんてまだ死にたくないよ。人生最後の24時間、あなたは誰のために生きますか？